聞いてペコーラさん、まあ、今回はさワクチン打ったからさ明日までは休みペコなんだけど、明日以降のねやつスケジュールペコーラ確認したのちゃんとちゃんと確認したペコなんだけど、あの9月のなんか忙しいって言ってたやつよりも忙しくなってたと思った。3期生ライブだったりとか、まあ、他のやつもあるとかなんだけど、なんかダンスレッスンだったりとかいろいろね収録、他の収録のものとかもあったりして、なんかまとめてみたのペコーラ自分のカレンダーで10月ので、あれこの日はそっかダンスか、なるほどみたいな感じでさ、あの何日ダンスとか何日収録とかやってたら、えマジビビった、あこれってみんながいつも毎日働いてる社畜と同じやと思ってあれこれペコちゃん10月だけは社畜になれるのかもしれねえペコってぐらいにさ、あれだとほぼ外いやマジでペコーラ、あこれが社畜、この感覚ってそうだからね、今のうち存分に休んどこうと思って。え、そうだよ、ダンスレッスン、でもダンスレッスンペコーラ好きなんだよね。てか、ま、ごめん今日あれだったわ、どうしようか雑談わけじゃねえんだそれじゃあ見ましょうか、ウォッチパーティー。